遠いによく来られる方でですね「ダイエットしてるんですか?」とか「ですねこれからねどんどん痩せていきたいんですか?」っていう方多いんですけれどもやはりですね腰骨盤がしっかり土台がしっかりしてないとですね痩せてもまたリバウンドしてしまうとかまた今度痩せたことによって骨のやっぱりカルシウムが足んなくなったりとかそういうことも 起こりがちなんでまずはですね、えー、体の土台をしっかりしてから、えー、ダイエットに励んだ方が、えー、いいと思いますまたダイエットしながらでもですね、えー、骨盤の調整背骨の歪みずれを、えー、しっかり、えー、正しといた方が、えー、痩せるテイク速度また、えー、可能あの確率もですね、えー、すごく、えー、高くなるんじゃないんでしょうか、えー、参考にしてみてくださいよろしくお願いします